那山のふもと新東村であります総本原駐屯地からやってまいりました陸上自衛隊第12音楽隊です。あっという間に12月になり、今年も残すところあとわずかとなってしまいました。ですが12月は皆さんがとても楽しみにしているクリスマスがありますね。皆さんサンタさんに何をお願いするかもう決まりましたか？ありがとうございます。何お願いしたの？みんなソフト、ソフトです。 ありがとうございます。スケボー、はい、はい、thank you。
だったのですが、スライドを伸び縮みさせて演奏するトロンボーンの得意な技巧であるグリッサンドがたくさん使われている曲です。見ていてとっても楽しい曲ですので、早速演奏に参りましょう。それではお聴きください。ギルモア作曲、シャウティンライザートロンボーン。
では金管楽器が活躍した曲の後は木管楽器が活躍する曲をお聴きいただきたいと思います。クチーク作曲、ポルカ、小言の多いおじいさんです。この曲は木管楽器のファゴットという楽器が活躍する曲なんですが、題名だけ見るとコミカルでとっても楽しい曲のはずなのに、一体どうしてかファゴット吹きのおじいさんは小言ばかり言っています。それもそのはず、実はとっても難しい曲なんです。いつもブツブツ言いながら吹いており、本日も実際に小言を言いながら演奏してもらいましょう。それではお聴きください。ポルカ、小言の多いおじいさん。まずはおじいさんの登場です。
じいさんっていうかお兄さんですよね、矢野義弘さんと力奏でした。32歳。もういいから普通に書いてください。普通に楽しんでいただけたでしょうか。さて続きましては大人気ゲームのテーマ曲を1曲聴いていただきたいと思います。モンスターハンターより英雄の証をお送りします。この英雄の証はモンスターハンターの第1作目から一貫して使われている音楽で、回を告げるかのような勇壮なホルンから始まり、これから物語が始まっていくことを感じさせる壮大なスケールの楽曲です。それではお聴きください。モンスターハンターより英雄の証。Thank you.
さて続きましてはアニメの曲を1曲お送りしたいと思います。身長、体重、脅威が全部同じ 129.3cm、 未来から来た猫型ロボットといえば何でしょう？はい、ありがとうございます。大正解です。次はみんなが大好きなドラえもんの主題歌より夢を叶えてドラえもんを、本日は音楽隊の弓お姉さんとかなこお姉さんが歌います。みんなも一緒に歌ってね。夢を叶えてドラえもん。
色オリンピック・パラリンピック開催され、テレビの前で手に汗握りながら夢中になって応援した方もいらしたのではないでしょうか。そんな多くの人を魅了したオリンピックですが、本日は NHK リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックのテーマソングとして使用されました安室奈美恵さんのヒーローをお送りします。誰にでもいる自分だけのヒーロー、いつかは自分も誰かのヒーローになれるようにと、明日への希望や勇気を与えてくれる応援ソングを田中千佳子三等陸曹の歌でお届けします。それではお聴きください。ヒーロー。いろんな
代表武藤美優香さん、隊長の渡辺様、お願いいたします。Thank you.
ょっと時間の関係で今日アンコール曲用意してなかったんですよ。なんで拍手するんですか。本当すいません、本当に用意してなかったの2曲しか。怖い曲にします。追われたあの夜に、oh。
この歌と同じようにみんなも決して一人ではありません。なんといっても皆さんには私たち自衛隊がついて皆さん大きな拍手で送ってください。